北海道乾杯。いやすごいわ。まだ開けたら寒いよ。買ってどん。買ってきた日本酒は福塚さんの。食べてるだけだから。はい、でそうこの後はこのままね高速に乗って帯広まで一気に行きますので、とりあえずね3時までに苫小牧出たかったんで、今2時55分だからギリギリかな。いや今日はね初日にして走らなきゃいけないっていうミッションなんですよね。もう明日釧路行くんで、もう今日中に帯広まで行ってないとさすがにきついなと思って、今回そのね帯広十勝はもうね今日しか行けないんで、ほとんど多分行くことできないです。もうちょっとね休みがあと2日ぐらいあれば行けたんですけどね。今回は道東道北を集中的に攻めようと思ってて、なのでちょっと今日はね頑張って走る日です。ちなみに走る日はね全部で3日ぐらいありますんで、今日とあと2日ぐらいあります。いやなんか途中かなり長いまっすぐの道を走ることがあるんで、そこもしかしたらママがついにハンドルを握る日が来るかもしれない。ペーパーゴール免許はあるよ。あ、ちょうどいいところにスタンドがある。ここのスタンドやります。おぼんちゃんにご飯を食べさせて行ってきます。壮大な景色。うん、なんかあれだったね、動物飛び出し注意のマークがキツネだったね。本当はね時間があれば全部下道でゆっくり行きたいけど、ちょっと移動日だけはもう高速駆使しないと。でもなんかさあれだよね、高速っぽくないよね。うん、全然ね、なんか一般道っぽいよね、うん、道のこの雰囲気。なんか中央分離帯のところにさこんな木生えてないね。生えてない。これ何なの、風よけ？わかんない。確かに風強いね。風よけなのかな。うん、もともと風が強い場所なのかもねこの辺自体。ああ横風注意出てます ね、はい、ということでね横風を注意しながらあと170キロ走っていきたいと思います。はい、はい、今ですね千歳川を過ぎたところなんですけども、多分下道とかねこれ走ってたらもっといいんでしょうけどね景色が。でもねやっぱりね高速でも本当ね見える景色が全然違う。はい、こんな感じでですねもうね高速マジでダダまっすぐ。でもまあ札幌からまだ近い方だからねこの辺は。まあまあね。うわすごいね。あ、鹿になったマークが。ここら辺は飛び出しマークが鹿になりました。ってことは鹿が出る。まあでも下道とか絶対いるよねこれ。いると思うよ。まだ高速だから大丈夫かなって思うけど、帯広ジャンクションなんか87キロ。ナビの右側、この画面右側の方に次のインター何分何キロって出てるんですよ。でそれがだいたいね6個ぐらい並んでるんですけど、関東圏の高速道路走ってる時ってこの6つまで出てるやつってだいたい近場なんで、まあ、当たり前なんですけどあと20分ぐらいで着きますよとかみたいなのがマックスで出てくるんですよ。でもこれ衝撃なのが5個目のね十勝平原サービスエリアっていうところまで1時間って書いてあって、1時間先のやつが今出てくるみたいな。79キロですからね。この区間のまたはサービスエリアまたはパーキングまでの一個一個のこの範囲がめちゃくちゃ広い。はい、今ですねトマムの方ですね。すごい雪がすごいめっちゃ残ってる上の方。まだね、でも下にもちょこちょこ雪が残ってる、うん、今ね道中も脇とかに結構雪が残ってたりしてて、この辺やっぱ寒い。窓開けたら寒いもん。冷たい、うん、やっぱダウン必須。夜寒いんじゃない、ね、夜は無理だね、うん、ないと無理だね。帯広まで56キロまで来た。ああ、だいぶ減ったね、うん、でも割とやっぱね横風強いんでそこはねちょっと注意しながらまた運転していきたいと思います、うん、あなんか放牧されてる牛なのかな。はい、今ですね帯広ジャンクションまで来ました。まっすぐ行って、あ、これでも左行くと空港なんだね。広尾の空港だと。まっすぐ行った後料金所までまた5キロぐらいあんだね。料金所遠くない？まだ料金所です。はい、とりあえずね料金所まで着きました。これを降りて右側です。もうね5時半です。そう、もうねすっかり夕方です。これからねちょっと一軒だけ向かいたいところがあって、このね帯広のソウルフードとかね帯広グルメみたいな調べてみたら、がなんかそのトンドンらしくて、
そのトンドンの元祖のお店。トンで合ってんの？豚丼じゃなくてトンドン？あ、豚丼？知らない。トンドンなんて言うの？まあ、とりあえず豚の丼です。そう、とりあえずその豚丼を買いに行きます。それがテイクアウトもできるらしいんで、なんとかなんとか滑り込んでテイクアウトだけして出てこようかなって。とりあえずそうすれば帯広の丼は食べれる。綺麗よ。いや、これぞ北海道って感じだね。あ、うん、風がすごいな。そう、風がね、むちゃくちゃ強い。風速8メーターぐらいある。普通のなんでもないなんか平地なんですけどね。なんかね、とりあえず苫小牧から帯広まで来たんですけど、それだけでもね、もうざっくり180キロ、目的地まで着いたら多分200キロぐらいになります。ほら、めっちゃ揺れてる。本当だ。何の木なんだろう。なんだろうね、何の木。いや、にしてもすごくない、この風。あの木々を見てもらえれば、めっちゃ暴れとるで。おう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 、風がすごいね。ここはこれはこれでいいね。すごい街が綺麗。あと700メートルぐらい。上、そのパンチョーまでですね。ここを右に曲がるみたいですね。車通り多いね。多い。店どこだ？はい、こんな感じでね、パンチョー無事に買えました。ちょっとだけ待つみたいなんで、少しね離れてセコマートで先に買い物してきます。あ、店内ね撮影禁止なんで、ここまでにしときます。はい、今ですね、パンチョンっていうとこでトンドンと、あとね、その間でママたちはセコマで買い物してました。初めてのセコマ。トンドンのお店はね、やっぱりねちょっと混んでそうだったんですけど、でもお持ち帰りにしては結構すぐ出してくれました。ちょっとだけ待ちましたけど、全然。その間でママたちはセコマに行ってて、その後僕もね合流して今セコマに行ってました。今日はですね、この後トカチ富士ホテルっていうところで貸し切り風呂ですね、予約できたので、そこにね向かいたいと思います。一応予約時間は、まあ、6時半以降であれば、まあ、のずれても大丈夫ですってことだったので、1時間かなで予約しております。今6時15分なんで、大体20分ぐらいで到着するということなので、まあ、今日はね温泉が確保できているので、まあ、ゆっくり、ね、入れるかなと思います。でその後もそのすぐ近くで車中泊して、で明日は釧路に行こうかなと思ってます。帯広ではトンドンを買って、トカチでは温泉に入るだけという、かなりあのハードスケジュールにはなってるんですけども、まあ、そこはねちょっとまた次回でも来れるかもしれないんで撮っておこうと思います。はい、あとですね 1.6 キロぐらいです。だいぶねまだねあの風が強いです。これ多分この右側なのが先ほど橋を渡ったトカチ川っていう川なのかなと思います。この辺を右って書いてあるんだけど、これか。これを右に曲がりの、あ、もう何、もう到着、到着のはずなんだけど、これじゃないの、それ。あ、ほら書いてあるじゃん、富士ホテルって。うん、トカチ富士ホテル。大丈夫です。ふーちゃん大きいじゃん。こんな感じで大きいです。思ったより大きい。ちゃん温泉入ろうぜ。富士ホテルピンクの店ってところなんです。モール温泉っていうのがすごいレアな、世界で2個しかない、2カ所しかないという温泉です。トカチとドイツです。はい、無事に到着して、着替えも準備も終わりました。で先にねご飯食べたいんだけど、ウイちゃんがコーヒー牛乳、さっきのねセイコーマートで買ったコーヒー牛乳です。牛乳飲めなかったからね。うん、そう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 、上手上手。ママ飲まないでね貴重なものなので。そうだよね、貴重なもんね、高いからね。うん、どうですかお味は。グッドですか。おいしい。うん、これ飲んでみる、うちらかつげということで、ママが買ってきた、これ北海道で売ってるやつなの？北海道限定商品。あ、ほんまや。あれみたいなもんだ。札幌クラシックみたいなもんや。うっちゃんもちょっと一口ちょうだい。いいよ。ちょっと飲んでみて。あの顔。酸味があるね。そうだ、ちょっと酸っぱいピルクル。うん、思ったよりはさっぱりしてる。まあそうだね。甘ったるくはない、ね。うん、はい。で、あとね、これセコマで買ってきた。チーズ、明太、マカロニ、サラダ、煮卵。これはね、普通のセブンで買ったやつ。蒸し鶏のサラダ。はい。で、あとは、メインですね。元祖トンドン、パンチョウ。
風めっちゃすごい、うん、車揺れる、動いてる、かなりね風が強いんですよね、うん、結構ね車がね揺れる、揺れる、揺れてないほら風で揺れてる、以上のラインナップで、あと札幌クラシック、よしよし、じゃあいただきますしましょう、どうぶしちゃう、これベースが乗ってる、へえ面白い、見えるかな、めっちゃ美味しそう、タンダム、ママね、まだね船酔いを引きずってて体が揺れてる、今日のとも、はい、今日もね、札幌クラシック北海道限定ちゃんと書いてありますからね、まあ、北海道来たらねまずこれで販売しないと、北海道だったら信じられない、信じられないね、うん、確かにね船乗ってきちゃったからね、はい、乾杯、北海道で乾杯、北海道乾杯、初日です、ちょっとなんでお湯あるというね、うまい、すごい、この赤いの辛いのかな、わお、早速見てみます、タレがちゃんとすごいかかってる、うまっ、うまい、出来たてから少し時間経っちゃったけど、やわらかい、やわらかい、うまいなこれ、うん、止まらないね、うまいよ、止まらないよ、セコマみたいなところないか、はい、ということで今日のですねコメントテーマ、このね北海道ならセイコーマートみたいな、こういうなんかちょっとここの県ならここみたいなお店で、ちょっとコンビニに近いような、まあコンビニであればコンビニ、コンビニじゃなくてもまあなんかこう何店舗か県にある販売店とかお店、ぜひね皆様が住んでるところ、知ってるところ、行ったことあるところ、ぜひね、コメント欄で教えてください。神奈川、千葉、埼玉に出店してるっていうのがナチュラルローソン、ナチュラルローソンってあれだよね、茶色い看板だよね、僕らのとこで言うとこういう感じのものかな、むんちゃんでもお肉食べやすいねそれ、なんかでも調べたら帯広は豚丼が有名で、お店自体はそのパンチョそんな大きくはないんだよね、大きいお店ではないんだけれども元祖と呼ばれてるだけあって、めちゃくちゃ美味しい、で何よりね持ち帰りはね、そうテイクアウトができるんで、聞こえるかなこの音、車が揺れるぐらい、うん、洗面所のあのペンギンを見ればか揺れてるね意外と、うん、結構揺れてる、すごいここさ外の風が冷蔵庫の下から吹いてる、うちゃん冷たかった、ヒヤッと冷たかった、何回も言うけど冷たいよ。なんかねセコマで買ってきたプリン、それからガラナからセコマアイス、いいよそのメロンで、北海道メロンと卵プリンとガラナ、ガラナって何、ガラナ、ガラナです、これセコマ限定それとも北海道ガラナ、北海道、北海道、ママも飲むよ、パパがガラナを飲んでる、うん、美味しい、なんて言えばいいんだろうな、でもレッドブル、味を表現するのは難しいけど普通に美味しいです、レッドブルだな、レッドブルのちょっと炭酸強い版かな、え、レッドブルのちょっと味薄い版じゃない、あ、そういうこと、ちなみにこれはお菓子ボックスです、この中にお菓子が入ってます、これはセイコーマートのグループ会社が作ってプリン、書いちゃったよ、ということでこれもセコマ商品です、どうそのメロン味のアイス、美味しい、寒、うん、ちょっと寒かった、意外と車内も寒いよ、ピンポイント外気温、はい外気温です、なんと9度、10度下回ってます、体感は2度ぐらいです、夏の装いすぎるのかな、うちらがやっぱ今マジあれだからね、半袖半ズボンだから、ママも半袖だから、うちゃんだけ長袖、半ズボンだよ、ちなみに室内温度は 22.8 度、湿度 27% だからかなり乾燥してます、ヒーターつけて、FF ヒーター、うん、だから外は寒いけど中は全然ぬっくぬくです、ヒーターマックスでつけているかい、ここにさこうやって足をつけるとマジだったかい、この FF の出口がねちょうどママの今足の裏あたりにあるんだけど、ここマジだったかい、マジ出てきてないか、寒い、むーちゃん食べてるとき幸せそうだね、あーすごい自然なクーラーが下から流れてくるの、はい、ということで今日はね久々にポンちゃんで寝ます、2週間ぶり、うん、ぐらいかな、で昨日はね移動してほらフェリー乗っちゃったからフェリーで寝てたんで、ということでね久々の、あっウイちゃんですかこういっぱい転がってる、ウイちゃんどちらかっていう久々のベッドです、はい、ウイちゃんマンは早く歯磨きしてください、はい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 、止めてください、あ、分かってきます。
こそ。はい、寝ますよ。はい、時刻はね、まだ10時40分。もう寝ます。今日は明日は6時起きです。じゃあうーちゃん、おやすみ。おやすみ、おいちゃん。はい、おはようございます。今ですね、6時5分。湿度が 20.3 度、湿度 35% です。室温はね、だいぶ快適な温度で眠れました。湿度に関してはね、結構 FF が焚いてるのもあって乾燥してます。でちなみに外気温が4月の28日ですけども、外は9度とかなり寒いです。はい、ということでね、今日も起きて準備してきます。朝やで。朝やで。おいちゃんも朝やで。はい、今日はね、朝ごはんをゆっくり車内では食べず、移動しながら食べます。まだね、釧路までね、2時間ぐらいかかるので、先にね、運転しようかなと思ってます。時刻が7時15分。おいちゃん、前来る。ちょっとね、準備して、もうね、すぐ運転しようかなと思います。はい、今ですね、出発しました。で、今日はですね、釧路の方に向かっていこうかなと思っております。まずね、釧路のね、有名な市場、あそこまでね、ちょっとまず行って、でそれからちょっとまた時間見ながら釧路湿原とかね、そっちの方も行けたらいいなと思ってます。それで今日はちょっと朝早めの出発です。7時半過ぎぐらいに出発で、朝ごはんはこの度朝行動することが多いので、多分朝移動中に食べるっていう感じになるかな。うん、そうだね。で今日は、まあ、釧路ね、ちょっと回りたいなと思って、そのね、午前中パーッと移動しなきゃいけないんで、まあ、早め行動です。先ほどからね、だいぶ広大な景色が見えております。ザ・北海道って感じ。うん、もうなんか北海道ならではの土地って感じの、あんまないもんね、こういう道。実際運転してるとこれがずっと続くんで、ずっとまっすぐみたいな、面白いですよね、北海道ならでは。昨日とね、同じように今日もね、ちょっとね、風が強いです。その旗とか見てもらうと分かるんですけど、割とね、風が強いです。キャンピングカーね、結構横に持ってかれたりとかもしますんで、その辺はね、気をつけて、運転していきたいなと。はい、今ですね、阿寒インターチェンジを見ました。なんか無料区間の高速みたいなところで、ね、しばらく走ってました。でここを右に曲がって釧路方面、まあもうでも釧路市に入ってるみたいなんで、だいぶ走りました。2時間ぐらい8時46分。1時間ちょいじゃない。北海道長い長い長い。風が時折ピュンと降るし、釧路まで来ましたけど、釧路でも風が強い。ここからはあと24キロで、とりあえずね、釧路のその市場まで行けますので、まずはそこまで頑張っていきたいと思います。まだそんなに動物に出会わないね。はい、あと、880m で到着します。あ、セブン、セコーマートいっぱいあるやん。セブンもあるやん。あ、セブンとセコーマートの勢力は同じぐらいだね。こっちに来てファミリーマートとローソンを全く見なくなった。これ車庫あるよね。なんか車庫あったっぽいんだけど、駐車場か。なんかあれだね、意外と駅前だね。昨日も駅前で。でこれを右に曲がれば、あ、この 和商多分ここだと思う。セコマがくっついてるよ。マジ、およそ 100m 先。あらら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 、地下駐車場か。いや、なんか今左側の方に駐車場があったような気がする。あ、ほら、あの目の前のところなんか駐車場っぽくない。まさかの緊急事態。車庫がない疑惑。パーキングみたいなやつないかな、どっか。これなんかパーキングっぽくない？聞いてみようか。受付窓口。はい、今入れたんですけど、なんとですね、通車サイズのキャンピングカーであっても1時間600円というめちゃめちゃ高額です。買い物してもお金取られるの？うん、関係ない。通車だと100円なんだよね、30分。キャンカーには優しくない。うん、全く優しくないですね。普通車に止めながらもお値段だけ高くなるという。ただね、ここしかないっす。あとね、地下なんですよ、駐車場が。
なんでもうこれはもうしょうがない。まあ1時間で帰ってくればそんな大した金額じゃないから。用意ドンです。そう、用意ドンです。さあ到着しましたので行きます。こんな感じですね、駐車場。こんな感じです。買ってどん。そっちにもあるよ。縁側だってカバンもらえばいい。うん、あ、それ縁側一つと、すごいね、いっぱいある。カレーがこの半角、カメガレー、お風呂、油カレーも全部4種類。カレーが多いんだね。はい、大丈夫、これ何買ったか覚えてる？これはお刺身、勝手丼かのやつ。これがアサリ、セイコーマートで買ってきたから。はい、今ですね、これ和尚っていうのかな、の釧路の市場ですね、行ってきました。また後でね説明しようかなと思ってるんですけど、まあ、今日の夜食べるお刺身と、あとお昼のね勝手丼がね、あの僕ら勝手丼って今まで何回か見たことあるんですけど、基本やっぱ現地でね食べるのがスタンダードなのかなと思ってて、今まであんまりね挑戦してこなかったんですよ。で今日もね9時半に行ったからまだねそんなお腹空いてないんだよなと思いながら勝手丼を見てたら、どうやらねお持ち帰りできるって言われて、でそのキャンピングカーで来てるって話してて、あ、それだったら全然あの冷蔵庫とか入れといてもらえればみたいな感じで、勝手丼をそのパックに乗っけて入れてラップしてもらって、まあ、ご飯の刺身の部分だけね、そのパックにしてもらったんで冷蔵庫なんかそのまま入れとけば、まあ、お昼にね、外のご飯みたいなやつだけ買っといて、でその上に乗っけて食べるみたいな、あのそのパックで今日買ってきました。お昼はねそれ食べようかなと思ってます。そう、意外とねあの動画も撮らせてくれたし、おまけもいただいて、あ、そうそう、おまけもくれた。すごいいいお店でした。ちょうどね今スタンドがあるんでちょっとスタンド寄りますね。あのね北海道を旅するならねスタンドはねこまめに行った方がいいってね皆さんそう言うのでちょっと行ってきます。経由ですと、今ですね、ボンちゃんの燃料を入れてきました。ついにね、ボンちゃんリッター10キロです。スタッドレスに変えてからねあんまりねちょっと伸びてなかったんですけど、今日は多分ね下道だからかな、渋滞なくずっと突っ切ってるんで、そこが大きく響いたのかリッター10キロ達成です。 31.5 リッター入って315キロだったからぴったりのリッター10キロで、この後ですね14キロぐらいだからそんなに離れてないですね、釧路湿原まで。あ、不思議だね、縦の信号で右左斜め行っていいよっていう、不思議な感覚だわ。はい、今ね横見えてるかと思うんですけど、多分この辺があれなのかな、釧路湿原なのかな。あ、こんな感じで本当にね湿原、まあなんかなんだろう、これなんて言えばいいんだろう、めっちゃ大地が広がってます。お店できてるのは右側だけなんですけど、これね左側もね同じ景色がずっと続いてます。でこの先2キロぐらい行くとその展望台なんですけど、もうねすでにこんな感じな雰囲気が出てます。右も左も同じような大地が広がってます。おお、これだ、釧路湿原国立公園。国立公園、そうね、国立公園って聞くとなんかあのアメリカのなんかそういう、ね、日本にも国立公園あるんだ。日本の国立公園なんて来るの初めてだよ。日本のっていうか国立公園に来るのが初めてだ、うん、あ、ここか、ここです。こっから見えるんでしょ、この上から。そこ、うん、とりあえずね着いたので駐車場に車止めて向かっていきたいと思います。お、いいね、今日はガラガラや。とりあえずね到着したんで車止めて行きます。あそこですね、釧路湿原展望台です。今日はね人も少なくてラッキーです。お、いいね、うん、本当だね、こんな感じで歩けるみたいです。すごいね、ゆっくり歩いて1時間だって。お、すごい、すごい、お、すごいね。出れるの？すごいね、いやすごいです、一面一面こんな感じ。
はい、ということでね、こっからですね1時間ぐらい歩いて来れるみたいです。ヒグマ出没注意って書かれてる。うん、ヒグマ出没注意。本当にどの辺だろう。でもまだ先だね。まあでも熊よけの鈴貸し出ししています。でもこれさ、これほらぐるって回るからさ、内側にはいないんでしょ。いないんじゃない、うん、真ん中っていうの分かんないけど、こんな感じですね。湿原なんて初めてだね。初めてだね。広大すぎるよね。階段です。おーおー、すごいね。うん、わあすごいね、なんか。いや、すんごい。わあ、すごいね。道が歩きづらい。ふーちゃんとママは何を話してるのか。釣り橋。釣り橋。多分マイクが拾ってると思います。そんなに高くない。あ、割と揺れるね。いや、パパが歩いてるだけでうちらの方も揺れるよ。うーちゃん楽しい。こみすぎた。どこを回ればいいの。そのための携帯。このままぐるーっていけんじゃん。日本一広い湿原ですね、うん。なんか結構あれだね、階段がむにゃむにゃ。階段がね、なか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 です。一回お茶休憩。はい、一旦ね、休憩が終わって。また歩き出しました。これ、ね、日本一広い釧路湿原です。でちなみに大きさが東京ドームでいうと6100個分ぐらいだったかな、約、まあ、6100個分と言われてもね、もう想像がつかない大きさですけど。階段のこの傾きは一体何。わかんないよ。なんだろうね、造形美。外れてるところもあるのかな。半分は来てる。半分来てる。ほら本当だ、この辺じゃない。昔は湿原は海だったらしいです。ここはあれだね、なんか倒れちゃったんだね。もうなんかね、もうね、向こう側までずっと続いてる。でもさ、なんかさ、もうここまで来るとさ、うん、熊だけじゃなくて蛇とかもいろんなのいそうだよね。いや、いるだろ。もうでもすごいね、こんなとこ行けんよ、他に。あ、でも人がいたわ。また上りの階段だ。いやでも北海道って自然豊かだね。もうちょっと。お、危ない。え、ここ何、びっくりした。あ、グラグラな。グラグラってもんじゃない。違う、パパが。お、シーソーになってる。あ、そこからもなんか見えそう。なんか展望台になってる。わー、広がってる。ここがサテライト展望台らしい。すごいね。いや、すごいわ。すごい。なんかアフリカみたい。知らないけど。うわすげえ。なんかさ、サバンナみたいなさ。うん、めっちゃ広大だね、これ。やばいよ。ザ・北海道の場所でした、まあ、あとね、このままで多分ちょっとだと思う。なんかあれだよね、ところどころ抜けてるよね。抜けてる。こんな感じで。ウェディングフォト撮るんだ、ここで。ゆっくり行こう。すごい、目の前に鹿がいた。鹿がいる。びっくり。鹿さんです。普通に歩道を歩いてます。すごいね、こんな道路近くでもいるんだ。一匹ってことはもう一匹いるのかな。どうなんだろうね。そっちにもいるよ。もう一匹いた。こっちにもいた。ね、なんか足音聞こえたのよ、さっき。だからもう一匹いるのかな。どうだろう。行っていいのかな。通ります。すいません。あ、写真撮っとこう。じゃあ写真撮っとこう。鹿さんに囲まれる。あ、大丈夫だよ、食べてるだけだから。うん。鹿さんもびっくりしてる。ちょっとそっち行きたいんだ、私は。鹿、うん、さん、バイバイ。だね、バイバイ。この辺で見ててもいいよ。あ、鹿に会うと思っていない。ね、こんなとこにいると思わなかったね。
あんなに間近は初めてじゃない？よし、無事に駐車場まで帰ってきました、うん、楽しかった。帰りはね、鹿さんに会えたね、うん、あっちに住んでた。無事駐車場に戻ってきました。よかったね、うーちゃん、鹿さんいて。はい、今ですね、車に戻ってきました。これからね、さっき買ったの勝手丼かを食べてからね、行こうかなと思います。旅の時はね、こんな感じでブルブルをセットしてます。1個1分半なんだよな。うん、こちらね、今日買ってきた勝手丼の中身で、まあ、やっぱメインはね、この裏と海かな。桜マス？タンタカ。あ、そう、タンタカ。タンタカ。まあ、一通りあの美味しそうなものはすべて買ってきました。イカもあるよ。あ、今大丈夫。サーモン2枚になってるよ。ママたちはそっち使うの？乗せられない。はい、できました。かなりの欲張り丼。若干乗り切らんかったから、これはバラで食べようかなと思います。ママのやばい、パパのと違うの、ネギトロが入ってる。ネギトロ。あとは一緒かな、基本は。ただ、じゃあ癖のある入れ方をしております。そう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 。よし、じゃあいただきます。うまっ。でもいいよね、朝いっぱいあるうちに行ってさ、車に冷蔵庫入れておいてさ、うん、お昼にこうやって食べると柚子が効いて効くからいい。うん、うーちゃんが好きなの。うん、はい、今ですね、釧路湿原展望台ですねを出発しました。あ、すごいね、広大な土地でしたね、釧路湿原公園。結構多分ね、季節によってこの景色が変わるんじゃないかな。今時期だとすごい荒野みたいな感じだけど、 YouTube で見た時はすごい真緑だったから、多分夏になると生い茂るのかな。はい、で今日はこれからですね、福塚さっていう日本酒のね、酒造さんに行きたいと思います。あと 300m ほど。あ、ピカチュウ、え、ピカチュウ、ピカチュウの見ちゃいます？うん、どれも入れる。ここですね、福塚さっていうところですね。今営業中って書いてあるんで、あそこから入っていきたいと思います。福塚さでお酒を買ってきました。直売所だから、そのままできたものが並んでるんだろうけど、お店自体はそんなに大きくないね。てか蔵元が大きいから、うん、だからね、ちょっと温泉に行く前に一回買い物に行きます。で、その後ね、お風呂に行こうかなと思っております。お風呂は家族風呂が予約が取れたみたいなので、で、時間になったら家族風呂に行きたいと思います。ハンドラックだ。そっから入って、おーおー、すごいね、わお、えぐれてる。着いたのって買い物してきます。はい、今ですね、買い物の方行ってきました。もうあと数分で貸し切れ風呂の時間になっちゃうんで、ちょっと急ぎ目で向かいます。さあ、あと 500m、 どこへ。24時間パーキング、これか、行ける。うん、ということで車が止められなかったので、目の前にある湖畔駐車場に止めました。はい、こんな感じでね、到着です。ここですね、ビジネスホテルの中で家族風呂があったので予約しました。はい、こんな感じの家族風呂です。すごい部屋が綺麗で、お風呂がこんな感じですね。そこまで大きくはないですけど、まあ十分ですね。洗面所もついてます。一応ね、トイレもこれついてます、うん、トイレもあります。よし、じゃあ行こう。びっくりするほどの湯船の熱さ、うん、皮膚が痛い。すっげー暑かったよ。かなり激熱だった。もう部屋は綺麗なんだけど、はい、ということで、ね、今日はね、これからですね、厚岸の方までね、ちょっと走ろうかなと思ってます。まあ1時間ぐらいですかね、大体。で、明日はね、根室に行こうかなと思ってるんで、まあ多少ね、ここから近くはなるかな。釧路よりか厚岸の方が根室近いんで、多少はね、移動しておきます。多分今ここね、釧路湿原のところ抜けてたのかな。すごい、もうこのような風景がね、ずっと続いてます、先ほどから。で、さっきね、野生だと思うんだけど、鹿が結構いたよ。この辺ね、よく見るとね、ちゃんとあの網がしてあるんですよね。
だからやっぱ多分飛び出てきちゃうんだろうね。多分今日午前中に行ったあの釧路湿原展望台から見えてた景色がまさにこれなんだろうなと思います。なかなかこれはこれで見ることないよね。すごい荒野みたいな感じなんですよ。日本じゃないみたい。あ、ほらこういうとことかすごい綺麗。すごいね。だからね、北海道はねこういう道走ってるだけでも楽しいですね。もう普段走らない、走れないね、こんなところ。はい、今ですね、走ってたら右側に海岸が見えてきました。これ太平洋かな、こっちは。いきなり海だ。めちゃめちゃ湿原みたいなとこ走ってたなと思ったら今度は海です。綺麗な景色。厚岸の方ですね、今。すごいね、目の前も海だ。あ、まあ海沿いだからやっぱ風は強いね。ここら辺のね、道の駅ね、何がすごいって車中泊利用 OK ですって書いてある。その代わり長期滞在しないでくださいって書いてある。昨日長期滞在とは、まあ、車中泊はウェルカムってことね。そう、方向です。よし、じゃあ到着です。厚岸グルメパーク、およそ200メートル先、右方向です。でかいな。その先、おー、景色いいんじゃない。 20% です。すごい。はい、とりあえずね、着いたので準備します。はい、今日はね、メインテーブル出します。おちゃん、後ろで待機中。サラダ、あとサラダぐらいかな。インスタントの味噌汁です。煮込みザンギ。何かトマト。もういろんな色だね。今日は大したものは作りません。じゃないの？あ、アサリか。あ、アサリもあるわ。黄色も入れてくる。うん、入れてあるよ。わ、でっかいアサリさん。ね、このサイズでかくない？うん。東京無理と言う。アサリに酒蒸しに使います。そのお酒で美味しいの？美味しいんじゃないかな。そうそう。お、なんかいきなり出てきた。面白い。こちらですね、今日のご飯です。お刺身が2種類、カレイと、あともう一つね、本命なんちゃらって買ったのと、あとザンギとトースターで温めて、あとサラダ、うん、あとこれもね、北海道のアサリ、でっかいアサリです。厚岸、あ、じゃあちょっと、うん、ちょっと今いるとこのやつっていいです。で、まあ、ご飯とね、味噌汁はインスタントです。まあ十分でしょう。よし、じゃあ食べよう。パパは今日ね、この昨日のセコマの残りのガラだから飲みます。ちょっとね、今日ね、あんまり体調が良くなくて、なんか発火すると嫌なんで、今日はお酒飲まずにガラナです。じゃあ乾杯しよう。いいよ。札幌クラシック、うまいよね。でも札幌クラシック。よし、じゃあゆいちゃんも持ってください。乾杯。乾杯。お疲れ様。いただきます。はい、いただきます。いただきます。まずカレーから食べてみようかな。じゃあザンギから。うん、うん、トースターで焼いたからカリカリしてる。このカレーうまい。黄身があって、もう肉厚。うーちゃんザサラダ。うん、うん、うまいな、これ。じゃあすみませんが、先に一人で始めます。はい、こちらですね、今回買ってきた日本酒が福塚さんの大吟醸。これなんていうんだ、芳醇無比かな。1本で3000円ぐらいしたんで、結構お高い。我が家にとっても高級な日本酒です。結構日本酒の香りが強い感じ。うん、そうなんだ。いただきます。飲みやすいね。美味しいよ。飲みやすくて、まあ、結構スーッといくけど、でも日本酒は日本酒の結構匂いというか香りがする。香りが強いよね。辛くはない。美味しい。身が分厚くない？厚くない？結構大きい。美味しそうだね、これ。美味しそう。
酒だな。うまい。じゃあ日本酒に合う味。唐揚げ美味しい。ザンキ。唐揚げと何が違うんだろう。あ、ザンキ。これ結局唐揚げなの。まあ、定義は唐揚げ。定義っていうか、まあ、唐揚げは唐揚げなんじゃん。竜田揚げと何が違う。なんかね、小麦粉か片栗粉か、うん、分かんない。じゃあ今日のコメントテーマは、うん、竜田揚げと、唐揚げと、まあ、ザンキ。あとその他、その他似たような唐揚げ、そう、唐揚げっぽいか、唐揚げで地方でもしあれば教えてください。自分のところはこういう感じですみたいな。 うちはザンキですとか、うちは唐揚げですとか、うちは竜田揚げですみたいなか、あとまた違うのがあればそれも、うん、ぜひ皆さんの住んでいるところの唐揚げ事情、そう、唐揚げ事情、いわゆる唐揚げ事情、ぜひねコメントで教えてください。今日はねデザートあるんだよね。まだ見せてないから内緒でパパに。ねーねー、あんまり飲みすぎるとまたデザート食べる。洗い物を終えてお座敷にしておのおのの時間になりました。ママはまだ飲み途中のビールを飲みながらちょっとまったり、パパはちょっと寝てる。寝ぼすけです。今日はパパに秘密のデザートがあります。本当だよね、秘密のデザートあるのにね。パパに言われてるね。龍月っていうものらしいよ。さっき買ってきました。あのパンダだけど、これは杏仁豆腐。うん、ママが食べようと思って買った。本当だ、ペンギンだ。ペンギン、これ何、ケーキ。ケーキ、ふーちゃん食べよう。食べよう。これを見た瞬間にグーチャンネルと言ったらペンギンじゃん。可愛くて買ってきちゃった。チュルチュルなペンギンになっちゃった。これ食べたら歯磨いて寝る体勢に入ろうか。うん、ペットの窓見てきてごらん、開けて。なんか開けてあるかな。ね、綺麗でしょ。もう少し夕方だったら綺麗と思うよ。はい、ふーちゃんちょっと届いて。見えるかな。ここが窓から見える景色です。遅くなるたびに電気が消えてくるのも綺麗じゃない。そうだね、朝も多分綺麗だと思うよ、海が見えて。寝よ。じゃあ、おやすみ。おやすみ。今度最東端。いや、すごいね。でも本当に前が見えない。日本本土四極。真冬なんてどうなっちゃうのここ。パパ、今日は寒かったからあったかいもの。チャンネル登録よろしくお願いします。